テーデ国立公園、テーデ国立公園は、スペインの国立公園。カナリア諸島のテネリフェ島にある。1954年には、国立公園に指定された。2007年には、国際連合教育科学文化機関の世界遺産、自然遺産に登録された。2007年にはに選ばれた。テーデ国立公園は、標高3718メートルのテーデ山を、 中心としている。国立公園の範囲に含まれるの標高は3135メートルであり、テーデ山に次いでカナリア諸島で2番目に高い山である。テーデ山の東尾根際がある。テーデ国立公園の訪問者数は年間約300万人であり、2015年には世界で8番目に訪問者数の多い国立公園だった。チリーイースター島にあるラパヌイ国立公園と、 姉妹公園協定を結んでいる。モロッコのに対して技術的な支援を行っている。1954年1月22日には同じくカナリア諸島にあるとともに国立公園に指定され、カンタビリア山脈のコバドンガ国立公園、現、ピコスでエウロパ国立公園とピレネー山脈のオルデサイモでペルディード国立公園に次いでスペインで3番目。 4番目の国立公園となった。1989年には欧州評議会からが授与された。国立公園登録50周年を前に2002年にはユネスコの世界遺産登録に向けた運動が開始された。その5年後の2007年ニュージーランドのクライストチャーチで開催された第31回世界遺産委員会で世界遺産、自然遺産に登録れた。世界遺産登録では テーデ国立公園が、革新地域が干渉地域となった。2007年にはアンテナ3とによってに選ばれた。テーデ山の斜面に流れた溶岩はとても薄いが栄養やミネラルが豊富な土壌は豊かな植物種を支えている。遺タバ植物は168種であり、うち33種はテネリフェ島の固有種である。テーデ山の標高1000メートルから2100メートルの ブブモの森が覆っているが、森林限界は、大陸部の同緯度の産地、熱帯の産地よりも、約1000メートル低い。高標高の場所では、ラスカニャーダスのカルデラが、ヒマラヤスギ族のやカナリア松など、より繊細な種のために、十分なシェルターを提供している。一定で国立公園で最も優勢な植物種はであり、白色やピンク色の花を咲かせる。 エリシマム属のリサモムスカパリアムは白色や紫色の花を咲かせ、エキューウイルドプレッティの赤色の花は高さ3メートルに達する。マーガレット属のアーギランソメムテンリフフィは3600メートル近い標高の場所でも見ることができる。スミレ属のはテーデサンド頂上ですら見ることができ、スペインで最も標高の高い場所で開花する植物である。 低で国立公園の植物は、高い標高、強烈な太陽光、極端な気温変化、水分の欠乏など、厳しい環境条件に適応している。半球形の形状となったり、産毛や老状の表面となったり、葉の露出部を減らしたり、花を多くつけたりする適応が起こる。植物の開花は晩秋、または初夏、具体的には5月から6月に起こる。 丁出国立公園には無数の無脊椎動物が生息しており、クモ、甲虫類、ハエメ、カメムシメ、ハチモクなどがいる。その40%以上が固有種であり、70種は丁出国立公園でしか見られない。この一方で、丁出国立公園に存在する脊椎動物は限られている。国立公園内には、カナリーアオアトリ、カナリア、チョウゲンボウのアシュなど、 十種類の鳥類が巣を作っている。ヤモリカノ、トカゲカノと、爬虫類の固有種は三種が確認されている。国立公園内に生息する、哺乳類唯一の固有種は、コウモリノである。ムフロン、ウサギ、ハツカネズミ、クマネズミ、ノネコ、ハリネズミは、いずれも人間によって、国立公園内に持ち込まれた、哺乳類である。手で国立公園と火星は、 環境条件や地質面が類似しており、低で国立公園は火星に関する研究のための火山基準点となっている。火星の探査を行う機器、または過去、現在の火星の生命の存在を明らかにする機器を試験するために理想的な場所がテネリ平ジまである。2010年には研究者グループが2016年から2018年の エクソマーズ計画で用いるウラマン機器の試験をラス、カニャーダスデルテーデで言った。2011年6月には、イギリスの研究者グループが、テーデ国立公園を訪れ、火星で生命を発見するための方法の試験を行った。2012年には、テーデ国立公園で、火星探査用、新型ロボット車両の試験を行っている。 イギリスのロックバンドであるクイーンのブライアン・メイは、1971年秋に、テーデ天文台で、卒業論文を執筆していた時に、タイユア・アマザー・ダウンを作曲した。テーデ国立公演の風景は、恐竜100万年、1966年、イギリス、10億分の1の男、2001年、スペイン、タイタンの戦い、2010年、アメリカ合衆国、タイタンの逆襲。 2012年、アメリカ合衆国などの映画に登場している。カナリア諸島のユダヤ人コミュニティが主導して、2008年12月8日には、テーデ山の頂上付近に、イスラエル国旗が置かれた。テーデ山の頂上付近には、雪の聖母に捧げられた、小規模な礼拝堂が設置されており、この礼拝堂はスペインで最も高い場所にある、ローマカトリック施設である。 1989年6月24日の番組は宇宙人とコンタクトを取るためにテーデ国立公園で UFO アラートを発し、このイベントには約4万人が参加した。1998年、ドイツの心理学者であるハイデフィトカオガースを中心とするカルト集団32人がテーデ国立公園内で集団自殺を企てたとして逮捕された。 高知トレーニングを行うことができ、気候が安定しており、離島にあって、気の散る要素が少ないため、自転車競技チームの練習場所として人気がある。チームスカイ、ビクイガス、アスタナプロチームなどが、定ー国立公園内でトレーニングを行ったことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。